かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンのサイトをご覧の皆さん、ごきげんよう。かやでございます。元気ですか？私7月31日、新曲タブー発売になります。久しぶりのニューシングル、12月に出したノクターン以来のシングルなんですけども、今回はかなり、原点回帰といいますか、私の原点に戻った、作品となっております。ぜひ聴いてみてください。このニューシングルタブー、聴きどころなんですけども、私のですね、大好きなソフトバレーというバンドの森岡健さんに曲を書いていただきまして、かなりの激しいダンスチューンになってますので、その辺をね、みんな聴いて、お家でぜひ踊っていただきたいなと。あとドライブとかしながら聴くとね、すごく合うんじゃないかななんて私個人的に思っております。で、歌詞の部分もね、大敗的でデカダンスっていうのを今回テーマにしておりますので、私なりのデカダンス歌詞に詰め込みました。それもね、いろいろ考えながら物語を感じていただきたいなと思います。タブーの発売を記念いたしまして、8月2日大阪ルイード、8月9日渋谷オーウエスト、東京の渋谷でございます。こちら2箇所で東京と大阪で公演を行います。主催イベントということで、いろんなかっこいいバンドさん出ていただきますので、ぜひ遊びに来てください。もちろんタブーも歌います。海外の方はですね、8月にオランダ公演が決まっております。危ないというイベントなんですけども、こちらに、参加させていただくことになっております。で、他の国からもちらほらオファー来ておりますので、国内海外ともにタブー引っ提げて攻めていきたいと思いますので、この夏はかやをチェックしててください。かやの今後の活動は、オフィシャルホームページ、ツイッター、ブログなどで、随時発表しておりますので、チェックしていてください。ではかやでした。ごきげんよう。かわいいガールジャパン。